有冇搞错？8月18日、アメリカ海軍兵学校は機関誌プロシーディングス8月号に中国共産党が台湾問題を武力で解決するために来年1月に台湾を攻撃する可能性を示唆するホットな記事を掲載した。執筆者は元 CIA 副長官のマイケル・モレル氏と元アメリカ統合参謀本部副議長を務めた退役アメリカ海軍提督でジェイムズ・ A ・ウィネフェルド氏。タイトルを訳すと今までにない戦争、今までにないこの種の戦争となる。この記事ではアメリカ大統領選後の来年1月、アメリカの政権交代期にはアメリカの意思決定は例年以上に脆くなるとしている。そのため中共は今年12月から交渉作戦と呼ばれる作戦を開始し、台湾海峡の緊張を意図的に高め、その後1月には東シナ海で大規模な軍事演習を行い、台湾に対する軍事行動を隠蔽する。もちろん中共はこれを訓練と称して、欧米諸国がただの軍事演習だと思っているとすぐに台湾海峡に軍を移動させ、宝庫はもちろん金門や馬祖を接収し、台湾海峡の南と北に海軍の潜水艦を配備して航路を封鎖する。アメリカの第7艦隊を相手にするために台湾の共産党工作員も軍事装備や多くの重要な民間施設を破壊し、メディアやネットワークを麻痺させている。記事によると中国は間違いなくこの戦狼外交を発動し、台湾を助けないよう世界に圧力をかけると主張している。アメリカに内政干渉しないよう警告すると同時に、中共は日本に対してアメリカ軍への支援は全て中国への敵対行動とみなすと警告すると論じている。つまりこの行動はアメリカが台湾支援のために軍隊を派遣しても手遅れになり、最終的にはアメリカは中国の台湾統一を受け入れざるを得なくなるという結論へと導いている。この記事では中共が台湾問題解決に武力を行使するための大前提が一つある。選挙でのトランプ氏の敗北であり、民主党のバイデン氏が政権を握る。なぜならその時に限ってアメリカ大統領府の権力移行期に意思決定の混乱が生じる。トランプ氏が選挙に勝てば混乱はおろか政権交代も当然ない。中共は防衛的、自衛的な立場にあるので、中共が率先して戦争を起こす可能性は非常に低い。ではこの見解は何を示すのか。民主党に傾倒しているのはこの2人の筆者であり、この2人は後で紹介しよう。現時点でアメリカ大統領選挙の世論調査を信じるならば、民主党のバイデン氏が依然として世論調査で明らかにリードしているので、著者の予測はナンセンスではなく、アメリカの選挙結果を一般的に予測し理解した上でのものである。私たちは現在、中共の対アメリカ政策は忍耐強く変化を待つことだとずっと言ってきたが、実際にはアメリカ大統領の交代のことなのだ。トランプ氏はこのことを知っていて、だからこそ中共は私に退陣してほしいと昨日公言したのであり、中国に対する見方が変わったのだ。今年11月のアメリカの選挙の結果はどうなるでしょう。2016年の選挙では世界中でヒラリー氏が勝つと思っていたので、ヒラリー氏が上院議員を務めていたニューヨーク州の民主党本部でアメリカ史上初の女性大統領の誕生を祝って何百万ドルもの花束を買っていたが負けてしまった。正直なところ自分も含めて世界の9割以上の人がとても驚いた。あの記事の過程の話に戻ろう。実際にトランプ氏が大統領選挙に負けたらアメリカはどうなるのか。そう、大統領は軍の最高司令官だから、選挙でトランプ氏が負けたら中共が戦争を始めるのに最適な時期は確かに大統領権力のこの移行期だ。トランプ氏がバイデン氏に政権を譲ることになるので、このことは特にそうだ。この二人は一般政策、経済、外交、軍事に関して非常に異なる見解を持っている可能性がある。バイデン氏が権力を握れば多くの人が入れ替わることになる。もちろん大統領が権力を握れば
統合参謀本部の全閣僚や主要な将軍を含む全ての政治的任命者が入れ替わることになる。ここ数年の意思決定に新人が参加していない可能性もあるので、いざという時の判断が難しいかもしれない。ここがこの記事の要点であり、中国側の予測の前提の一つだと思う。もちろんこれは国際政治における仮説である。軍事的な側面に目を向ければ、その思い込みは実は一定の事実に基づいている。例えば、中共は現在戦争準備状態にあり、軍人や施設は戦闘状態にあり、その他防空施設のクリアランスや予備軍の活性化など、すべての戦争準備が整っている。先ほども言ったように、このような準備は中国とアメリカの間で紛争が起きたとき、あるいは紛争の長期化に備えたものである。しかし考えてみれば、準備さえ整ってしまえば、もちろんすぐに守備から攻勢に転じることができ、再び準備を総動員する必要もなく、1年、半年、最低でも半年は準備する必要はないでしょう。一方、台湾も軍事的な準備をしている。なぜならアメリカは昨年、台湾への巨額の武器販売を承認しているからだ。最新鋭の戦闘機、最新鋭の戦車、早期警戒レーダーや防空システム、AI 魚雷、長距離ロケット、これらは海峡横断の軍事バランスに十分な影響を与える。しかし、この装備が台湾に到着し、テストされ、軍が使用できるようになるまでには、少なくとも3年から5年はかかると思われ、これがいわゆる中共の最後のチャンス期間となっている。もう一つは台湾を攻める戦略。例えば、記事には、金門と馬祖を先に取り、次に宝庫を取ると書かれているが、これは従来の軍事的な常識に基づいた予測だ。ここ数十年、中国本土、アメリカ、日本、イギリス、そしてもちろん台湾も含めて、多くの国が台湾戦争の予測を立てている。ほとんどの国が同じような考えを持っている。昔、鄭成功が台湾を奪還した時も、満州が台湾を侵略した時も、同じ場所で同じような歩みをしていた。もちろん今は戦い方が大きく、変わっているので、実際に中共がそれをやるかどうかはまだわからない。例えば台湾の真ん中に直接部隊を上陸させて占領し、真っ二つにしてから状況に応じて南側を先に取るか北側を先に取るかを決めるというより大胆な戦術を提案する人もいる。もちろんそのためには海軍や空軍が優位に立たなければならず、日本から日米の介入を断ち切らなければならない。ただ正直なところ、この手の作戦は今のところまだ理論的なものであるが、実戦になれば実際の状況はかなり複雑になり、そう単純なものではないだろう。しかも今アメリカは対応が遅いだろう。台湾人の中にはアメリカは助けてくれないし対応してくれないと言っている人もいる。中共が台湾を攻撃してもアメリカは助けないか動きが鈍く、数日後には中共が台湾の乗っ取りに成功するだろう。近年世界情勢が急速に変化している中で、馬英九氏の理解はあまりにも表面的で時代遅れだと言われている。数日前にも言ったように、中共はすでにアメリカからの軍事的圧力を感じているので、中共としては本当に紛争を起こしたいのであれば、戦えない南シナ海で紛争を起こすのではなく、ミサイルや空港がある、力が発揮できる台湾海で紛争を起こすべきだ。中国とアメリカが軍事衝突した場合、国際情勢の変化は中共にとってはあまり変わらないだろう。つまり中共が本当にこのように考えているのであれば、アメリカの大統領移行のタイミングが最も論理的な考えなので、実際には台湾海峡を紛争の場に選ぶかもしれない。もちろん先ほど言ったように、第一条件はトランプ氏が選挙に負けることだ。正直なところ、今回の選挙でトランプ氏が負けるとは思っていない。私の見立てではアメリカの中間層はバイデン氏を選ばないかもしれない。過去4年間、トランプ氏は基本的に約束を守り、彼は言ったことをすべて行ってきた。もちろん中共の台湾攻撃が成功すれば大惨事になるか、また別の世界大戦が始まるかもしれない。
中共が台湾は中国の一部であり、自国の領土を奪還することは正当だと主張しても、それだけでは誰かが中共と戦うのを止めるだけの十分な理由にはならない。しかし、ドイツは同じような言い訳を使って第二次世界大戦を引き起こした。ご存知のように、第二次世界大戦の始まりは、ドイツはチェコスロバキアを併合し、イギリスとフランスはそれを飲み込み、ドイツとの間でミュンヘン協定を結び、有名な緩和政策となった。ついでドイツはポーランドを併合し、第二次世界大戦が正式に始まった。つまりドイツがチェコスロバキアやポーランドなどの自国の領土を奪還したことで第二次世界大戦が始まった。その記事の著者であるマイケル・モレル氏は、2012年から2013年まで CIA 前副長官として長く勤務していた人物である。ジョージ・ W ・ブッシュ大統領にスカウトされ、数日間大統領に同行して判断や決断を下した。そこでブッシュ大統領が、911は誰がやったのかと質問したところ、すべての証拠はオサマ・ビンラディンとアルカイダにあると直接答えたと報道されている。オバマ氏が就任した後、2013年に引退し、オバマ氏との関係がとても良好だったので、長官に任命されると思われたが、別の人が任命されたので引退して、ビーコングローバルストラテジーズ LLC というワシントンのシンクタンクの上級顧問になった。もちろん民主党員だ。もう一人の著者、ジェームズ・ A ・ワインフェルド・ジュニア提督は、元統合参謀本部副議長で海軍の家系出身で、祖父と父は共に海軍の提督で、父は911の USS エンタープライズ号の司令官を務めていた。退職後はジョージア工科大学で国際戦略を教えていた。もう一つ、彼の息子はアヘンで死んだ。それはフェンタニルと同じような化学薬品なので、彼は麻薬、特にフェンタニルを嫌っている。ご存知の通り、世界のフェンタニルのメインは中国製で、中国からアメリカに売られている。彼も民主党員でもある。民主党のこの二人の専門家は、アメリカ、特にアメリカ軍と次期アメリカ大統領に対して、中共の脅威は常に存在し、中共がもたらす世界的な大危機がいつでも爆発する可能性があることを警告することが目的でこの記事を書いた。実際には誰もが中共がもたらす脅威を警戒する必要があります。さて、今日はここまでです。皆さんありがとうございました。また次回。